泉ゆりは、日本の女優である。泉ゆりと表記された作品も存在する。出生名、中村茂子、婚姻イ本名、坂本茂子。高校卒業直後の1965年4月、独立系の成人映画に主演して、映画界にデビューする。以降、黎明期であった当初から1985年まで20年間、群賞プロダクション各社から、大蔵映画。 ワールド映画、プリマ企画の作品や、東映京都撮影所若手による、東映ニューポルノを含め、約300本の映画に出演したベテラン女優であった。1946年10月14日、第二次世界大戦終了から1年を経た東京都、京橋区赤市町に生まれる。百六十二年三月、大田区立橋沼中学校を卒業して、同年四月、 東京都立大森高等学校に進学する。1965年3月、同校を卒業すると、友人が独立系の成人映画の女優になった縁で自らも映画界に入り、当時、渋谷区縁山町に所在した東京企画が制作した、ジョージの罠に、主演、同作は、同年4月に公開され、満18歳でデビューすることになる。 同作の監督としてクレジットされた月森佐とは新東方大倉映画出身の小林悟である。以降、1966年7月公開の非公開の劇場まで立て続けに旧作東京企画の作品に主演した。日本映画発達士の田中淳一郎は同社の中で黎明期の成人映画界の主な出演者として大木町京子。 立花の慶子、白山道子、内田孝子、香取玉木、新高慶子、松井安子、西明美、朝日陽子、香取小杖、花村明子、森美佐、湯川美佐、三岡さなえ、道、かな子、有川二郎、里見浩二、川辺河辺治虫、佐伯秀夫の名を挙げているが、泉の名は挙げられていない。しかしながら、泉は、1965年という初期の時期に、 デビュー、連続的に主演しており、変名とは言えた中が同様に、黎明期の主な脚本家、監督として挙げた小林悟の作品にも出演している。独立系成人映画の初期を代表する女優である。日本映画俳優全集、女優編の泉のコを執筆した小田克也によれば、女性の情感を漂わせる、ムードのある演技で人気者になったという。 東京企画が活動を停止するとともに、ワールド映画、日本シネマの作品に出演するようになる。1967年5月31日に公開された小川金也監督の生首上置事件では、大倉三次の経営する大手の大倉映画による同作において、準主演に抜擢されている。1969年4月公開の濡れたらしんに出演して、 以降、西原銀一率いる青い映画2980年代に至るまで多く出演した。小田克也によれば、西原は女の情念をえぐれば定評のある監督であり、西原と泉のタッグによる作品で、泉は愛を裏切った男に対して憎悪や怨念を叩きつけるような劇場に燃える女を演じたら怖いほどの迫力を見せ、だという。 1971年に日活ロマンポルノが開始されるまでは、邦画5社の配給作品に出演することはなかったが、ワールド映画の営業部長であった、藤村誠二が設立したプリマ企画が制作した、マコミチ主演、代々木中脚本、中村源次監督による、成人映画、完全なる、同性愛に、出演、同作は日活が配給して公開されており、以降、 プリマ企画制作、日活配給によるロマンポルノに出演する。1972年、同業者の俳優、坂本明と結婚した。1974年3月16日に公開された、本田達夫監督の地上ホテルに出演、与田サトシ深尾道介、牧口雄二、荒井美沙浦。 東映京都撮影所の若手監督による、東映ニューポルノへの出演を開始している。牧口雄二監督の、玉割人、雪西の黒和柚月郎や、戦後了期犯罪史、徳川女系松山牛崎の系のほか川谷拓造主演、深尾道店脚本、与田里志新監督による、史上最大の紐濡れた砂丘では、大役をこなした。長く主演を張るかたわら、 新人女優のための代役、ボディダブルも多くこなしたという。日本映画俳優全集女優編が発行された1980年12月31日の段階では、デビュー15周年を迎えても、全くの現役であったが、さらに5年を経た1985年5月22日に、公開された日活ロマンポールの、制服肉奴隷を最後に、出演作の記録が見られない。 同作公開時には、満38歳であった。以降の消息は知られておらず、存命であれば2014年には、満68歳である。2006年7月23日同年8月26日、ラピュター佐賀で行われた、聖火能量和製ホラームービーコレクション、特集上映で、出演作、生首上置事件が 35mm フィルム版。 上映用プリントで上映された。2010年11月27日から2011年2月4日に、ラピュター佐賀で行われた、東映カルトプリンス牧口雄二の世界の特集上映で、同監督への泉の出演作、玉割人、雪西の狂わゆうずきろう、戦後了期犯罪史、徳川女系バツエマキのシザキのすべてが 35mm フィルム版。 上映用プリントで上映された。玉割人、雪西のクルワユーズキローは、2013年7月6日、同年9月13日に、同館で行われた、復活。東映ニューポルノのディープな世界の特集上映でも、再度上映されている。同年2月8日、同11日に、神戸映画資料館で行われた、ピンク映画50周年特別上映会映画監督。 渡辺守の時代の特集上映で出演作、男と女の肉時計、素肌が濡れる時の2作がいずれも 16mm フィルム版上映用プリントで上映された。300作を超えると言われる出演作のうち各種資料で確認できる作品の一覧であり、クレジットはすべて出演である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵、 現存状況についても記す。国立国会図書館蔵書等に見る書士である。ありがとうございます。